今週の出雲ラボはダイソーの LED タッチランタンに入れるスリープタイマーをブレッドゴートで実証しました。部品は秋月電子で買ってきました。今週中に実機まで完成させるつもりだったのは内緒です。果たして50分のディレイ回路はちゃんと動いたのか、よかったら最後まで見ていってください。こんにちは、たらこんにちは。いずもです。先週秋月に行って部品を買ってきたので、今週完成させるつもりだったのですが、いやいや待てよと。一応確認した方が良くない?ということで、今週はブレッドボードで実証実験してみました。というわけで、今週はその実験結果と構成部品についてご紹介します。では今週も資料の方からご覧ください。というわけで実証実験までの解説をしていきましょう。実証した回路図がこれ。少し変更点があります。まずは抵抗値。もともと 22K と 33K のつもりだったんですが、なんと抵抗セットに入ってない。で、近い抵抗比ということでこの値を選択。だいたい同じレベルの式位置が実現できました。次がこっち側。コンパレーターの出力に制御用の FET を置いてダミーの LED をつなげます。最終的にはタッチランタンの基板に供給する電源をこの FET でオンオフする予定。あとは先週の回路図のまま、変更はありません。では部品について見ていきましょう。まずはコンデンサ。16V 耐圧のものにしましたが、もう少し耐圧高いものの方が安心だったかも。でも耐圧高いとお値段も高いし大きくなります。これは10円。10メガオームの抵抗。さすがに10メガになると抵抗セットにも入ってないので購入。20円。コンパレーターです。 CMOS 入力であることがポイント。バイポーラだと入力に電流流れちゃうのでちょっと厳しいかもしれません。45円。コンパレーターを乗っける変換基板、地味に20円とかします。NMOS です。前に Amazon で買ったもの。50個入って700円なので、1個14円ぐらい。最後が10マイクロファラットのセラミックコンデンサ。これが実は一番高くて50円。ここに乗っけただけで160円ぐらいになりますね。160円出せばマイコン買えちゃうとかは1個なしです。ところで、この回路の肝であるコンデンサによる自定数ですが、このコンデンサに1マイクロアンペアでもリークがあると計画が破綻します。いや、コンデンサでしょ?破壊でもしない限り電流なんか流れないでしょ?と愚かにも甘く見ていたんですが、こんなコメントが入ったので実験してみました。コンデンサの内部リークは直接測れないので、一旦チャージして電圧の効果を確認。結果がこちら。抵抗がついてない状態が青い線。本番の回路通り抵抗をつけたのが赤い線。チャージした直後ってちょっと電圧が下がる傾向があるみたい。これリークというよりなんか別な現象かなって気もします。それはそれとして、こっちの赤い線の様子を見ると、事例としては使えそうな気がしますね。リークはあるけど、なんとか我慢できるレベル。ということにしましょう。というわけで、回路図通りにブレッドボード上で部品をつないだのがこれ。ここが330マイクロのコンデンサ。横にあるのが10メガオームの抵抗。このスイッチでコンデンサをチャージ。で、コンパレーターは変換基板の上に実装。こうしないとブレッドボードに刺せませんからね。コンパレーターの出力がこの NMOS につながっていて、ランタン代わりの LED がこれ。うまくいけば、スイッチを押した後、LED が50分ぐらい光ってくれるはず。さて、うまくいくでしょうか?では実際に動かしてみましょう。ボタンを押して点灯。GoPro のタイムラプスで撮っています。編集でさらに8倍して120倍速。全体的に画面がボケボケ。
マクロレンズで焦点距離しくじりました。残念。さて、時間は順調に伸びて。55分で消灯しました。思ったより市民近くてびっくり。コンデンサのバイアス依存やら、リークやらで、短くなる方にブレるかと思ってました。ちょっと不思議。というわけで、実際に使う部品で一通り組んでみて実証しました。結果的にリレー時間は55分。時間自体は式位置を調整すればお好みの時間が作れそう。意外とうまくいっています。意外とか言うなって話ですが、もっと何か思わぬ事態が起きてドタバタすることもあるかなと実は思っていました。まあ、うまくいきましたので、これを実際に基板に組んでタッチランタンに実装していきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。次週こそは完成させます。多分、いや、きっと。ではまた次の動画でお会いしましょう。